横浜市都筑区にある横浜市歴史博物館で2月18日鶴見川流域学習支援プロジェクト夢交流会が開催されました。これはプロジェクトに参加する小学校が鶴見川で学習したことを発表し意見交換をする機会として例年開催されています。小学校の3年4年5年に遊んだ川、遊んだ山、遊んだ町というのが理屈抜きに好きになります。釣りまで魚取りやる、虫取って遊ぶ、そういう経験をもう自由に楽しくやってほしい。で、まだその歴史が消えてない、まだ希望があると思ってます、はい、鶴見川流域学習を。交流会の後には鶴見川流域における水循環系の健全化に多大な貢献をした小学校や団体に対して表彰状が贈られました。井戸があれば水を確保できるからです。夢交流会の参加者は各団体が行っている取り組みに対しても感想などを互いに発表し合いながら自分たちの身近な自然環境について学びました。総合の学習を通してその鶴見川の環境問題について考えているのがすごいなって思いました。他の小学校の取り組みで植物を大切にしようっていうプロジェクトをやっていて私も大切にしようと思いました。教科書で川にいい影響が生まれるっていうことは知ってたんですけど動画で見たことによって実感できたのでいい経験になったなと思いました。